スリップスリップは、女性用ランジェリーの一種で、肩から吊るして胸部から腰内し失かまでをカバーする。主に、衣類の滑りを良くし、外衣で皮膚が擦れたり、外衣が汗で汚れたりするのを防ぐ。また、血管のある外衣のもとに着用して、過剰な露出を避けるためにも利用する。スリップ丈は、外衣より5センチメートル程度短くして、外にはみ出ないようにするのが普通とされる。 この他、下着のスリップと類似した形状のドレス、あるいはドレス的なテイストを持つスリップをスリップドレスと呼ぶこともある。キャミソールとの違いは長さで、実際にロングキャミソールはスリップと特別な相違点はない。スリップには以下のバリエーションがある。この他、英語圏では肩紐タイプやタンクトップ状の襟を持つネグリジェをスリップに含める場合がある。 三木地は多岐にわたるが、滑り感のあるナイロン、ポリエステル、キュープラのトリコットを主体にする。繊細なテイストのものは、ジョーゼット、チュールネット、オーガンジー、サテン、シルクなどの透け感や光沢感のある素材に、レースやリボンなどの装飾を施す。また、スリムなフィット感を求める場合は、ファンデーションと同様に、ポリウレタンや、 パワーネットなどの伸縮性の高い生地を併用する。スリップ形状であっても下着色が薄く、カジュアルテイストの強いものは、アウター調インナーとして、重ね着で下から覗かせることができる。未生地としては、天軸、ストレッチ天軸、フライスなどが用いられる。また、プリント柄では、発色の鮮明さと光沢感を重視して、ストレッチサテンなどを用いることもある。 キャミソールドレスと同様に袖なしで細い肩紐を持ち、切り替えのないのスリムラインのドレスをスリップドレスと呼ぶことがある。フォーマルなものでは肩から背中にかけて露出度が高い。背中や脇下にチャックを持ち、それを引き上げて着用するタイプが多い。肩紐で吊るすタイプの上着であっても直線的な立ち方で落ち感のないもの、プリント柄などカジュアル性の高いもの、 子供用のものなどは通常サンドレスとして区別される。ありがとうございます。